通信とは、各地間でのコミュニケーションのこと。直接的に互いの顔や姿を見たり、直接的に肉声を聞いて、コミュニケーションを行える距離を超えて行う、コミュニケーションのこと。日本語では、小学館から出版された、日本大百科全書においては、人間が自然に持っている、発生能力や聴覚、身振りなどを認識する資格などによって、直接に情報を伝えうる。 距離的な限界を超え、何らかの道具や媒体を使用して、意思、情報、感情などの交換を行う知的な活動、との説明を記載している。古代から用いられている手紙のやり取りから、18世紀に使われた腕着と望遠鏡による通信、19世紀から使われている電信、電話、そして20世紀以降に使われるようになったラジオ放送、テレビ放送、 インターネットでのやり取りといったものまで様々なものがある。物理的な手紙を用いた通信、電気通信などと分けることもできる。また印刷物の配布も一種の通信である。電気を用いた通信は無線通信、有線通信に分類できる。有線通信といっても、歴史の長い導線を用いたものだけでなく、近年では光ファイバーを用いた通信もある。 受信する人の数に着目し、1対1の通信、1ついたの通信に分類することもでき、特に不特定多数を相手にする通信は、マスコミュニケーションという。戦士時代から使われていた呪しという通信方法。この絵は、呪しで通信するアメリカの先住民。呪しによる通信は、戦士時代、つまり人類が文字も使っておらずまだ歴史を文字に残していなかった。 太古の昔から世界的に使用されてきたものである。アメリカの先住民が近現代に至るまで使っていることでも広く知られている。火の目視のリレーギリシアの神話では、トロイア戦争でギリシア軍が勝利した時、戦地のギリシア人は火を燃やすことで、戦勝の印を伝え、その印をリレーして、故郷の仲間に戦勝を知らせたとされている。 トロイア戦争を現代にまで伝えているのは神話ではあるが、この神話の中には実際の出来事や要素も多く織り込まれていると考えられていて、トロイア戦争の物語に火のリレーのエピソードが織り込まれているからには、実際にギリシア人らは紀元前13世紀から14世紀頃には火を燃やす場所を複数設置して、そこに人員を配置しそれをリレーしていく方式で、 遠隔地間の通信を行っていたと考えられている。大声のリレーペルシアの王キュロス2世は、その首都から放射状に塔の列を設置し、それぞれの上に兵士を配置し、メッセージを塔から塔へと大声で伝える方式で、王からのメッセージを遠隔地に伝えるシステムを構築した。は、同様の塔を配置しそこに、 巨大なメガホンを設置し兵士の声を 19km ほど先まで届かせたという。アフリカのドラムを用いた通信アシャンティ人が通信に使うドラムガーナのアシャンティ人は2000年以上も昔からドラムによる通信方法を先祖代々継承してきた歴史があり、今日でも使用できると言われる。アシャンティ人が発明したこのドラム通信はフォントンフラムと呼ばれており、 英語ではトーキングドラムと言われており、アシャンティ人はドラムランゲージドラム言語という言語を発達させていて、これを用いてかなり細かな内容、具体的な内容も伝えることができる。ドラムの大音量のおかげで遥か離れた場所まで伝えることができ、メッセージを多人数でリレーしていくこともでき、300km 以上、先まで電信並みの素早さでメッセージを伝えることができる。 このおかげで、アシャンティ人は、アシャンティエンパイアー、アシャンティ帝国と呼ばれる広大な国を築いた。西アフリカには、アシャンティ人以外にもドラム言語を操る民族、部族がいくつもいる。手紙の登場文字が発明されてからの通信の多くは、手紙という方式で行われるようになった。例えばメソポタミアでは、粘土板に、設計文字で、古代エジプトではパピルスに、 ヒエラティックやデモティックやコプト文字で古代ローマではエジプトから輸入したパピルスあるいは代用品の動物の皮にローマンアルファベットで古代中国では木管や畜管に漢字で手紙が書かれた文字を持たなかったインカ帝国では紐の結び目を用いた表現が高度化しそれで手紙が書かれた紀元前3000年以前に粘土板に 設計文字が書かれるようになっており、メソポタミアつまり現代のイラクあたりで盛んに用いられていたのであり、年度版は近年数十万個規模で大量に発掘されているわけだが、この設計文字が理解される圏域では、年度版での手紙のやり取りが広くなされるようになっていた。王族などから一般人たちまで広く手紙のやり取りをした。例えば王族が遠隔地にいる部下、 進化にメッセージ、命令などを伝える場合は、年度版に書かれた手紙を自分の部下に持たせて、宛先の人物に直接届けさせればよかった。一般人の場合でも、いくつかやり方はあったが、例えば二つの場所の近辺を行き来する旅の商人などを見つけて、手紙を託し、手渡すことができ、返事も受け取って帰ってきた場合の報酬などを決めておき、 宛先の人物の名前や居所などを伝えるというやり方で行えた。無事に手紙を相手に届け、返事も受け取って戻ってきたら、依頼者は約束のお金を払えばよかった。一般人が行っていた日常の手紙のやり取りの雰囲気がわかる例を挙げると、例えば発掘後に大英博物館に展示されている年度版の一つを解読してみたところ、その内容は何にという人から、 貿易省の EA ナシルという人に宛てた手紙で、概略としては、あんたから買った銅のインゴットは品質が悪すぎる。一体どういうことだ払った金を返金してくれ。という内容のもので、つまり顧客から商人に対するクレームの手紙だったという。つまり現代人が手紙や E メールで日常的にしているようなやりとりとさほど違いがないような、 日常感が溢れる内容の通信が行われていたことがわかる。ちなみに、年度版に書かれたメッセージは、さらに年度の封筒で覆い封印し、秘匿性を高めること、つまり運ぶ途中で宛名人以外に読まれることを防止したり、万が一途中で開封され、読まれたら、読まれたとわかるようにすることもできた。広大なインカ帝国を支えるのに必要な通信に活躍した、 チャスキと呼ばれる降雪の飛脚。メッセージの手渡しリレーを行った液電奏者である。左手に持っているのがメッセージを結び目で表現したキープ。インカ帝国というのは南北の長さがおよそ5 0 0 0トルにも達した広大な帝国であったが、全長5万キロメートルに及ぶインカ道が整備されていて、情報を迅速に首都のクスコに届けるための システムとして、インカ道に 5km の間隔で道沿いに駅が設けられ、チャスキと呼ばれる降雪の飛脚の制度も設けられ、各駅に常時2名の飛脚が駐在していた。文字を持たないインカ帝国では、キープと呼ばれる紐の束が情報の表現に使われていたわけだが、このキープを次から次へとリレーして引き渡していくことで情報を伝えており、その速度は 時速2 0トルほどに達したとも言われている。このシステムを用いて、インカ帝国の王や各地の責任者は互いに通信することができた。早馬や飛脚の利用、液電性、電書鳩手紙というのは、前日のロのしや火のリレーなどに比べると、伝えられる内容の正確さや内容の詳細さという点では良くなったが、スピードという点ではかなり劣っている。 外して手紙は遅いが、どうしても手紙を早く届けなければならない場合には、足の速い人を手紙を届けるための人として選んで、専門職のように扱いその人に託したり、足の速い馬を選んで手紙を届けるためだけに、借り切って早馬とする、そのために高い報酬を払う、という解決策は、古代から世界各地で行われた。世界史上、広大な地域を支配する、 中央集権国家が成立すると、その支配体制を維持するために中央と地方とを常時、連絡する手段が必要となった。例えば紀元前5世紀に、アケムネス・朝ペルシア帝国の大王だレーオス一世によって、王の道が構築されたことが世界史上では有名であるが、この例に限らず、適当な感覚で人、馬、馬車などを常備した施設を置き、 施設から施設へと人や馬などが行き来することで、情報をリレー形式で伝える通信制度は、世界各地で一般的となっていった。1150年には、バグダッドで電書バトが使われ始めた。だが目的地にたどり着かないことも多く、確実性が低い通信方法だった。セマホール通信の塔、及び塔の上の腕木望遠鏡が発明されると、 それを用いて新たな通信手法が開発され、1793年にフランスのクロードシャップは、フランスの首都パリとベルギーとの国境あたりのリールの間の 230km に通信塔を約 10km 間隔で配列し、腕木通信と呼ばれる通信を行い、230km 先までかなり速やかにメッセージを送ることを可能にした。これは、 塔の上に形を変えられるようにした大きな腕着を設置し、この形の変化を望遠鏡で観測して文字や記号などとして読み取り、塔から塔へと中継していく仕組みである。このセマフォールがうまく機能し、各地の戦況が素早くパリの政権に伝えられたことで、フランス革命政府は通信システムの重要性を認識するようになり、フランス国内にセマフォールの通信網を張り巡らす。 計画が立てられ、1795年には、フランス国内が556のセマホールによる、総延長4 8 0 0トルのネットワークで、網羅された。このセマホール通信は当時としては、非常に優れており、アメリカやイギリスなどでも採用された。セマホール通信は、船舶、海運の世界では今日でも使われ続けている。現代でも船員は、信号機を用い、 それをマストの張り出しの異なる位置に掲げることで多船に信号を送り、周辺を航行する船舶の乗組員は望遠鏡で信号機の位置や種類を観測し、その船が置かれている状態の表示やその船が周囲の船に伝えたいことを読み取る。また船舶間では手旗信号による通信も行われている。1787年。 スペインのアグスティンデ・ベタンクルはマドリードとアランフェス間で電信を送るための実験を行った。1798年にはバルセロナのフランシスコ・サルバがマドリード・アランフェス間の 42km を1本の電線で結ぶ実験に成功。1816年にはイギリスの通信技術者フランシス・ロナルズがロンドン郊外。 クイーンスクエアの広大な自宅の庭で実験を積み重ね、新しい方式を発明した。これは、アルファベットを書いた回転ダイヤルを送受信双方に儲け同期して回転させ、送信側において希望の文字が目前に来た時に放電させ、受信側では木の髄で作った昇球が引かれて、それを見れば送信したい文字がわかるというもので、これはイギリス海軍に採用された。 1809年にサミュエル・トーマス・ゼンメリンクがミュンヘン・アカデミー・オブ・サイエンス誌で電気科学的通信のアイデアについて述べ、それを読んだシリング男爵バロン・パーベル・エル・ボビッチ・シリングがそれを実現しようと実験に没頭し、それをロシア皇帝から認められ、サンクト・ペテルブルクとペテルホーフ宮殿の間に電気通信設備を設けるよう命じられたが不幸にも間もなく没してしまった。 一方で、1833年ゲッティンゲン大学教授のカールフリードリヒガウスとビル・ヘルム・ベーバーが最初の電磁権流バリ電信装置を実用化し、1km 離れた研究施設の間で通信を行った。これは4つの基本的なシグナルの単位で動作するものであった。1950年代あたりからコンピュータネットワークを用いた通信が行われるように、 なり1990年代からはインターネットを用いた通信が盛んになっている。通信にかかった費用、または簿記で通信を処理する勘定科目のこと。電話料金等は銀行振り替日か請求書の日付で継続的に計上する。請求書の日付で計上する場合は発生主義の観点から未払い金とする。ありがとうございます。